皆さんこんにちは。180日であなたの会社や店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログですが、運のいい人はすぐにやってしまうというテーマでお届けいたします。先日ある見込みのクライアントに提案する資料を作成していました。長年同じ商売を行っているとクライアントに提案する資料を全くのゼロから作ることはありません。理由は同じような悩みを抱えたクライアントや同じようなタイプのクライアントを過去に手掛けたことがあるからです。ですから過去のクライアントの情報を参考にして資料や提案書を作成することが多々あります。製造業で言えば金型さえあれば全くのゼロから製造することはないので時間もコストも軽減されるということです。これに似たようなことがコンサルタント業界にもあるわけです。もちろん医者の業界にもあります。新人の医者よりも数多くの病気を見たことのあるベテランの医者の方が病気を短期間で治すことが可能だということです。あくまでも新人とベテランという比較でベテランが2人いれば臨床の数では比較できませんが、一般的にこれを経験と呼びます。さて、冒頭でお話ししたある見込みのクライアントの資料作成のことですが、昔同じようなパターンのクライアントがいたことを思い出し、パソコンのハードディスクを探しましたが、なかなか見つかりません。3分、5分、そして10分、ようやく見つかりました。必要なものが必要な時に見つからないのは結構イライラしますよね。さて、今日の本物の商売を目指すポイントです。イギリスの保険会社が成人した男性と女性約3000人を対象に行った調査では、探し物をする時間は1日平均10分だそうです。一見大した時間ではなさそうですが、1年で3650分、イコール 60.8 時間。日にちに直すと 2.5 日ですね。2日半も何か物を探しているということになります。なんとももったいない話だと思いませんか？ですから 3S、整理整頓清掃がですね、大切だと言われるんですね。必要なものが必要な時に見つからないと仕事はどんどん後回しになっていきます。締め切りまで時間があるとついつい、まあ後で探せばいいかという心理にもなってしまうわけです。そして締め切りギリギリになってようやく始めるという具合です。しかしまたしても必要なものを探す作業からのスタートです。運の管理学、人生に結果をもたらす幸せの方程式などの著作がある運と風水の専門家、松永修学さんによれば、先延ばしにしてしまう癖は不運の連続だそうです。その理由はですね、先延ばしにするとそれを行った結果起こる未来も先延ばしになってしまうからだそうです。つまり先延ばしにすることでそこで仕事が停滞してしまいます。停滞とはエネルギーの流れが滞るということです。やはり運のいい人というのはエネルギーの流れがスムーズで停滞していません。ですからすぐにやってみる癖をつけることが重要だと言います。また先延ばしにすることで忘れてしまうという現象が起きます。例えばお客様と次回プロジェクトの打ち合わせをしたとします。後日提案書を提出してくれと言われました。ノートにはメモをちゃんと書き記しました。すぐにですね、取り掛かれば忘れることがありませんが、これが3日、そして7日、さらに2週間と経過すると、ノートに書いてあるにもかかわらず詳細を忘れてしまうことがあります。で、よりによってですね、一番肝心なことを思い出せないことも私はありました。もうこれはですね、脳の特性です。人間の脳は忘れるということを好みます。このように仕事を先延ばしにすることは百害あって一利なしです。締め切りを過ぎて怒るお客様はいても、締め切り前に仕事を終わらせて怒るお客様はいません。むしろ仕事が早いと喜ばれるということです。
今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。今日もですね、ぜひコメントをお願いいたします。そしてこちらの方にこの商いはカドカドチャンネルの登録のバナーが出てるかと思いますので、こちらをクリックしてぜひ登録をお願いいたします。